おはようございます。午前8時25分です。では6109行から。ここをもって怪異工作の情は、日は天をめぐりて東し、聖戦を意して西す。月は天をめぐりて東し、東戦を意して西す。月の東戦を一周するを一小という、日の聖戦を一周するを一期という。暗影本から復元とありますが、多分上書本が読みづらくて、読めなくて暗影本から持ってきたんだと思います。そのように記憶しております。純逆の数うべきものなる。これが天文学に詳しい方、教えてくださいませ。月が当線を一周するのを一章というと、当線が何線になるのか、日の聖線を一周するを一期というと。いずれ自転ができればいいんですけどね、そういう時はちょっと。中学高校の観測天文学、天文学レベルのことなんですけど、言葉が違うから分かりづらいだけなんです。地道は正にして変わる、天道は道にして定まる。故に地物の往来は乱れて変ず、天物の往来は混じりて定す。定まるということですね。日月運転の会は人、これを七に見し、しかしてその機を認む。日の一周地はこれを一百に告す。日月一回30日に見す。これは剣でよかったと思いますけどね。ちょっと隣で Windows で字を調べてみます。剣とはつづまやか、つましい、質素な様、引き締めた生活をするつましい。意味のまとめも出てます。デュアル Windows で使うといいですよ。右ウィンドウ、ウィンドウズ、左ウィンドウ、超漢字にして使うとですね。つましい。倹約の倹ですからね。適当な訳語を思いつきません。デュアルウィンドウということでは、ノートパソコンで超漢字を立ち上げて、もう一つモニターをつないでデュアルにするというのが、非常にスペース的に小スペースで済んでいいですね。私はもう十数年前にそんな風にして使ってました。日一周天の経緯は、天をなして天ぜらる、周知することを365にして余る。月と相会すること112にして余る。余るを持って売る、余るを得て売るを断つ。故に日といい、月といい、歳といい、売るというは工作の会になるものなり、もし運の数を持って実日月の木なりとなさば、すなわちまたいずくんぞ真意の運を知らん。それ天の数よく無数を積むといえども、しかもまた一なるのみ。故に奇遇は敬意を持ってこれを期す、皆仁義にいず、なる者は天なり、なる者の天にいずるを知りて、しかしてなす者の天にあらざるを知らず。人の数に減するなり、奇遇の敬意を持って、その歴を立てたとしてもですね、それは人の数にくらむなりで、そんなものを天が作ったわけじゃないんですよね。地上から見て人間が作ったもので、
それはその天のものではない、仁義によるものだということです。運なるものはただ運す、各個は運転し、引き手その極を見ず、人は天候の真意を民と欲す、ゆえにかの百国二十九日、十二月、365日等の数を起きて、しかしておのおのの一点、回避はその間になるを知る、これ、巡りて服する者の常に刺繍をなし、引きて行く者のついに刺繍なきところなり、ただ人は、得てこの王をどす、得てこの根根を濃くす、このゆえに調整する者は期すべきなり。ここは棒38の方がいいですね。38、こうして、ここをもう取ってしまうんですよね。そしてこの上にこうして、往復するものは、持って数うべき。こうするときれいでしょう。こう来て、この一対に、で、このゆえにこの一対とこう来るんですよね。これを視覚的に見えるようにしないと、分からなくなります。日月精神は、各運地質をなす。一点の間を見るに、本に緩急あり、おのおの一点、その字にたがうなし、ゆえに常に平行に帰す。帰すといえども、しかもおのおの相組みせず、相組みせずといえども、しかも敬意は日の天に相手一周知するより始まる、ゆえにその起点正運は、起は一に正は書くなり、日の経緯、日の経緯はにしましょうか。測れて一百となさば、すなわち天の一周知は、すなわち九十九国の世なり、日100国、月103国よ、これ日月の逆行なり、ここで揃うんですね。日の終点、36523国よ、月の終点、2732国よ、これ日月の巡行なり、月道の西にして当線を一周すること68万数百余国、巡行一周すればすなわち逆行6577回よ、日道の西にして正線を一周することおよそ若干億、日道の西して正線を一周することおよそ若干億、これはどんな意味なんでしょうね。ちょっとクエスチョンですね。若干多く。巡行一周すれば、すなわち逆行の日はその国に大ずるなり、ゆえに、西する者を逆行の日月となす。東する者を巡行の日月となす。その会を解けば、すなわち月は半周天にして、しかして日と謀せず、さらに110国よう進めて策となす。一周天にして
しかして日に及ばず、また220国よう進めて策をなす。日は365週にして、しかして天は366週なり。けだし天道は常になる。そのゆえにその会はたがわず、人はこれを測るを得る。地道は変をなす。ゆえに会費は常なし。これを測るべからず。まあ、人はここにあるんですけども、省略してるんでしょうね。ゆえに。歴記をもってこれを測れば、すなわち、でこれもですね、これを下に持ってきた方がいいですね。棒62、そうしてこれをで、すなわちで、こうしてこうすると見やすくなりますね。で、見やすくしないと混乱します。ここまででいいかな。で、ここまでがペリカン社版の下巻の413。念なるものは才の世を得て潤うを置く。これを循環の間に等しくして、干渉たがわざらしむものなり。このゆえに、天をもってこれを言えば、ここ天ずる者は聖天一子衆にして、しかしてまた相積む。歴の帰するところの日は、すなわちその逆光の地の9位に服するの木なり。しかして月の逆光は、すなわち表せず、一歳はすなわちその巡行して天の宮殿に服するの木なり。しかして月の巡行は、すなわち日の午を数うゆえに、一月の地なるものは日に及ぶの字なり。対はないでしょうね。しかして月の時光は、地質に現る。地質は一月の木に及ばず。月の時光は、ちょっと分かりません。これも、まあ、天文学をやってる方はお分かりになるでしょうね。月の時光は自転のことではないですよね。一歳の木なるものは日の宮殿に服するの字なり。しかして日の時光は、永宿において現る。永宿が巡りて一歳の敬意を継ぐ。ゆえに、今の歴は日月の回帰を期して、その周期を言うにあらず。ゆえに、月は常に明白を半ばにす。作望は地より望むになる。日月は各一周。順世は、すなわち海をもって帰するになる。国をもって地なる者は一円海、朝鮮につながりてとどまる。これは地軸のことですね。
天は地と反す、日は地と非す、ゆえに日の逆行する者は統制による昼夜のなるところ、軍道の道則はこれに引きう。巡行する者は南北による東下のなるところ、万物の発祥はこれと共にす。縁起こり、木締めり、雷発し、雪結び、鳥獣の上覚し、草木の栄枯するは仏の発祥に従うなり。風狂い、雨巡り、地震えて天なるは仏の鬱発をなすなり。ここまでにしましょう。次、小仏からです。